れって実は足の疲れから上がってくるので、はい、今から足をしっかり緩めていきます、はい、今からが結構痛いんです。頑張ってください、はい、では始めていきますね。ここの疲れがこう上がっていって腰とか、背中に上がっていって、腰が痛いとか背中が痛いとか、そういう原因になったりする場所ですね、はいはい、こんにちは、悶絶整体三つのぶでございます。今ね、見ていただいてた通りね、このモデルさんの方もやっぱり痛みに強い方でしたので、また私の音声ガイダンスでお伝えしていこうかなと思います。今ね、足のね、ふくらはぎを触ってるんですけれどもね、痛みに強い方ってやっぱりね、めちゃめちゃおられるんですよね。押さえても全然痛くないって方結構稀におられるんですよ。なので、最近のねモデルさん結構痛がらないのでね、悶絶を見に来られてるね、視聴者の方にはね楽しませてないんですけど申し訳ございません。まあ、ある動画はね全然ねどんどんね編集していってますのでね、また痛がってる人の動画が出てきますから、そのうち楽しみにしておいてください。で、まあ、このね、ふくらはぎのところをね、どんどん押さえていきます。で、痛みに強い方ってね、本当に押さえててもね、全然ね、無表情でね、受けられるんですよね。だからね、これね、やってる方としてもね、すごいなと思います。最近ね、男性の方が結構叫んだりとかされる方が多いので、またねそろそろね男性モデルの方とかもねちょっと募集しようかなとか考えてたりとかしますの で意外とやっぱり恥ずかしがられるので、叫んでるのがもう撮影されてる時もう叫ばないっていう方も結構ねおられたりするんですよね。残念なことです。まあ仕方がないですよね。こればっかりは私も言えませんから、できるだけね叫んでもらえるように抑えてますが、ねやってます。で今ね膝裏でやってますけど、ここね腰痛に効く場所です。でここの場所もねすごくよく効く場所なんですよね、膝裏とかね、運転とかされてる方とかね、やっぱりこの辺の場所によく効きます。あ、でちなみにね、私ねこの痛めつける整体やってるんですけども、まあ悶絶整体ですよね。よく飲み屋さんとかに行ったりとかすると、まあ、常連の飲み屋さんとかに行ったりしたら、合谷とかをねしっかり押さえてあげたら結構ねみんな痛がったりするんですよね。でそれでね反応を見てたりとかすると、まあ、2人に1人ぐらいの割合か、3人に1人ぐらいの割合かな、押さえてもね痛い押さえ方をしても全然大丈夫ですっていう方がね結構おられるんですよ。合谷ですよ、手の合谷、人差し指と親指の間にあるね場所なんですけども、その場所を押さえても全然平気な人って結構いたりとかするんですよね。そういう時に、ね、出会った時、痛がらせようと思ってるのに全く痛がらないよって思ってすごく残念な気持ちになって、その場が盛り下がる悶絶整体三つのぶでございます。なのでね、皆さんもねご自身の手でね合谷とか、まあこの動画を見てる人は結構わかるんじゃないかな、そこをね押さえてあげるとね、そのね痛いんだけども、そのね悶絶整体的にはそれのもう合谷のところの筋肉内側に骨に押さえつけるようにして押さえるんですよね。そうすることによってね、めちゃめちゃ痛くなるんですけども、それでも全然痛がらない人って結構やっぱいるんですよね。世の中広い、本当に広いです。まあ、なのでね、まあ、この方のね、モデルさんもね、全然痛がらない方でしたのでね、こうやってね、音声ガイダンスを入れていっております。で、今からね、触るところっていうのが、足の、ハムストリングですね。ハムストリング入れる前に今ね骨盤にね三角形のものを入れたんですけども、あの三角形のものが反対側に入ることによって筋肉がより浮き出てきてくれるんですよね。なのでより浮き出てきてくれるので、内側広筋の方が筋肉をしっかり緩めむき出しになるので緩めやすくなるんですよね。なのでね、それが悶絶整体に進化したまず一つの点ですよね。あの三角形の骨盤を抑えるやつですね、他の整体の先生なんかでもね、その三角形のやつ持ってる方とかおられるんじゃないかな。あれをね骨盤に押さえて反対側に押さえてあげる、入れてあげることによって筋肉がより鮮明に出てきてくれますから、ぜひねここをねしっかりとね肘で押さえる時にね使っていただければいいんじゃないかなと思います。でここを押さえていくとね、やっぱりねかなり効果的で、ここのね、特にね右側のね、ハムストリングが硬い人って結構多いんですよね。これが硬いことによって腰痛になる人ってかなりの割合がおられます。でやっぱりね今日なんかでもさせてもらってて、ぎっくり腰がなかなか取れないんだっていう風な方がおられたんですけれども、触っていくとねやっぱりこの
ハムストリングが硬くなっちゃうんですよね。でここをね緩めようと思ったらね、自分でする場合だったらストレッチポールで乗ってゴロ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 してあげるか、そうですね、テニスボール、まあ、ゴルフボールはちょっと難しいと思いますので、テニスボールとかの上に乗ってあげて、ナイス、ハムストリングを緩めてあげるようにするとやはり効果的ですね。特にね、左右差があったりする方結構おられたりしますから、運転とか、まあ、事務仕事をされる人なんかはね、この右側に体重がかかっていることが多いですから、やってみてください。今ね見えたでしょ、あれ三角形のものね、三角形のものを入れてあげるとちょっと浮いてくれるので、よりね内側の筋肉が抑えやすくなるというか、筋肉自体が太ももの筋肉を抑えやすくなるためにちょっと置いてるっていう感じですね。これをことによってね少しね角度がつくので本当抑えやすくなってます。なのでね、使われてない方ねおられたら使ってみてください。もしくはねないっていう方だったらタオルとかを少しね、反対側に入れてあげたりとか、まあ、枕とかでも 枕ですね、枕とか入れてあげても効果的ですからやってみてください。ここをねぐいぐいぐい押さえていきます。でここを押さえていくとやっぱりね筋肉が緩んでくれるので腰痛に効果的とか、足のむくみですよね、そういうのにね効果的なんですよね。だからね、足の筋肉をいかにしっかり緩めてあげるかで、やっぱり全身の筋肉ってね、足の筋肉が 70% 以上筋肉占めてますから、そこを緩めてあげるだけでも背中の方って緩んでくれます。今までね、やっぱり背中が緩まないって方はね、足をねしっかり緩めてみてください。まあ2023年度バージョンの私の考え方ですから、またね 2,3 年したらここだとか言ってね違うところを押さえてるかもしれません。昔まででしたらね骨盤だとか言ってましたから、私も意外と信用にならないものかもしれません。で今からね、悶絶整体 MAX2 になります。今からね反応ちょっと見てみましょう。じゃあちょっと停止しまして、音声痛いですね。これはね腰痛とかね、背中の疲れとかにめちゃめちゃ効くんですよ。受けてる間とか痛いけどね。痛みだいぶ減ったの分かるかな、うん、初めに比べるとね、腰を触っていきます。で頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとかして頭が間違えてしまうことが結構多いんですね、なので、ね、お尻しっかり緩めていきます。私がわざわざ説明するってことは痛いんです。頑張ってね、というわけで、反応がねやっぱり少ない感じでしたので、また音声ガイダンスに戻っていこうと思います。でここねやっぱり、ね、お尻もねやっぱりね、大臀筋、中臀筋、梨状筋、小臀筋っていう、梨状筋ですね、梨状筋というところまでが硬くなっている部分なので、こうやってねぐいぐい押さえていきます。悶絶整体 MAX2 で外側広筋、まあ、足の外側の筋肉ですよね、そこをしっかり緩めるようになってからは、後ろのねお尻の筋肉というのはねやっぱりね緩みやすくなったんですよね。ですので足のね外側広筋が痛いんですけれども、そこさえ乗り越えてしまえばお尻はそこまで痛くなくなってきてたりとかします。なので皆さんもねぜひね、悶絶整体遠いやとか言ってねこれを見せていただいて、近くの骨院さんとか整体院さんでやっていただくと、やっぱり足のところをしっかり緩めてあげるとお尻の筋肉が緩んでくれます。まあイコールね、足を全身緩めてあげると、お尻が緩んでくれて、さらに腰痛が取れていってくれるっていう、この事実をね皆さん知ってほしいですね。で、肘でねやってたところを指で、あとはしっかり緩めていくって感じですね。で指でね細かい場所を緩めていくっていうのは、筋肉のね起始停止の付け根のところをねしっかり緩めていくっていう風な感じになります。で、まあ言い方が悪いんですけど、お尻の中心のところの
ギリギリのところまで抑えていくことができるので、そこをねしっかりの緩めてあげるっていうのがねやっぱり効果的です。でここをねやっぱりある程度の強さをやらないと、なんていうのセクハラみたいになっちゃいますから、できるだけねしっかりと抑えるようにしてあげてくださいよ。あのや何緩み方ではダメですからね。少ししっかり緩めていきます。でこっち側もね、反対側もねやってるんですけどもね、ここもねあんまり痛がられてなかったので、動画のね音声を割愛してますけども、外側広筋をねここしっかり緩めてあげる。自分でするんだったらどうするかな、横を向いて横になって、寝転がって、ストレッチポールとかでゴロゴロしてあげたりとかするのも効果的かな、私はやったことありませんけども、ちょっとやってみてもらうとやっぱり効果的ですね。そこをねでも外側広筋をしっかり緩めてあげる、自分で両肘で、両手で挟み込んであげるっていうのもね効果的かな。でとりあえずここをしっかり緩めてあげるっていうのはねかなり腰痛に効果的です。なので自分でね腰痛がきついって方はね、ここをしっかり緩めてから、股関節のねところを緩めていってあげるとかなり効果的ですので、ちょっとねご自身でもやられてみてください。でね、できない方はねこの動画を見せていただいて、近くの整骨院さん、もしくは、まあ、それでも、満足できないって方はね、奈良の悶絶整体三つの部の方までね来てください。もうねコロナの方も収まってきてますので、収まってきてるっていうかね、世界的にマシになってきてますから、奈良の方まで、旅行ついでに来ていただくのもいいんじゃないかなと思います。で今からね骨盤の方をまたしっかり緩めていきますね。ここをグイッと押さえてあげると腰痛に効果的、グイッと押さえていってます。私もねここをね押さえてもらうとね、マサト先生に押さえてもらったりとかすると結構やっぱり激痛だったりとかしますね。で自分でもねここはね、骨盤職人とかね、アマゾンで売ってるあの木の棒でねぐいぐい押さえつける機械があるんですけども、それを押さえてあげたりとかするとやっぱり効果的に効いてくれたりします。でここをね、固くしないようにするためには後ろポケットに財布を入れたりとか、そういうことはやめてください。あと椅子に座るとき足を組まないようにしてもらったりとか、そういうふうなことを気をつけてもらうと、ここの、腰板がきっと硬くなったりとかしにくくなります。ただ物理的にね椅子に座る時間が長いんだとか、物理的に立ってる時間が長いんだっていう方はやっぱりね疲れが溜まってきやすい場所ですから、どうしてもね日々の疲れが出てきてしまったら、やはりねこういうふうに悶絶整体とか、あとはね湯船に浸かるとか、いろいろやってみてください。細かい場所をねあともうちょっと緩めていくと、骨盤腰回りの施術が完了していきます。ですので、ね、皆さんもねこのね腰が痛いというふうになられた場合は、足回りをしっかりとねしっかり緩めてみてください。でここでねしっかり緩みましたよっていうので、今から違う場所をやっていきます。今日はここまで。以上、またね悶絶整体みつのでした。バイバイ。